ワンステップバスの中扉部分ワンステップバスの車内の例。中扉から後が一段かさ上げされている。ワンステップバスとは乗客が乗降しやすいように乗降口のステップを一段だけとしたバス車両である。中ドアに車椅子用スロープを設けることにより車椅子での利用が可能となる。日本の旧交通バリアフリー法に基づいて定められた。 公共交通移動等円滑化基準としての移動等円滑化のために必要な旅客施設または車両等の構造及び設備に関する基準には床面の地上面からの高さは6 5トル以下でなければならないとされている。これは初の本格的なワンステップバスである京急型ワンステップバスの床面高さが 当初 650mm だったためと言われているが、現在日本で製造されている、ワンステップバスは床面高さが 530mm 程度である。また多くのワンステップバスは、エアサスペンションを採用することにより乗降時に車高を下げて、歩道との段差を少なくする、ニーリング機能が装備されている。なおワンステップバスをベースにして、ドアのステップを2段に変更し、 段差を低くしたバスも東京都交通局や西日本鉄道、新潟交通に存在し、都営のものは楽々、ステップバスと称された。上降口にステップが残る一方で、ノンステップバスに比べて専用部品が少ないために車両価格が安いことや、車内での段差が少ない分収容力に優れることが特徴であり、 ノンステップバスよりもワンステップバスを主体に導入している事業者もある。また、エンテツバスのようにバリアフリー対応者はノンステップバスのみの導入から輸送力を重視してワンステップバスの導入との併用に切り替えた事業者も存在する。2017年現在、国産のワンステップバスは三菱不走エアロスター1車種のみとなっている。 B820J 八高松こと平電鉄日本における初の大型アンステップバスは九百七十年に登場した三菱自動車工業 B820J 八型である。エンジンを右側にオフセットするなど特殊な構造を採用し床面高さは五百八十ミリメートルを実現していた。しかしこの特殊な構造で最低地上高イコールロードが低くなってしまい、 そのためこれが走行上の制約となり、実際の導入例は、多くが、空港ランプバスで、路線バスとしては、大阪市交通局と高松琴平電鉄、高松バスの三社局のみの導入であった。1973年、日野自動車工業は、運輸省のプロジェクトで大都市用、モデルバスを試作する。RCK をベースにして車体は、 全長12メートルの3扉で、扁平タイヤを採用し、床面高650ミリメートルのワンステップ構造となった。また、トランスミッションには、トルクコンバータ式のオートマチックトランスミッションを採用している。東京と大阪で試験運行が行われたが、大きすぎる車体のため混雑した道路での機動性に欠け、その後の実用化にはつながらなかった。 同じく1973年に三菱自動車工業が床面を6 4 0ト、mm、ルに下げたバスを試作し名古屋鉄道に納入している。1978年には床面をさらに2 0ト、mm、ル下げたバスを試作し同じく名古屋鉄道に納入している。これらのバスは無理な低唱化により前輪アクスルの構造に難があり、 車両価格が高い上、整備面での難点も多く、後が続かなかった。その後、前述の交通バリアフリー法の制定により、一気にワンステップバスや、ノンステップバスが普及した。京急型ワンステップバス日の、ブルーリボン UHT ニン、ま、マ、あ、ー、会計品急校バス本格的に普及した、ワンステップバスは、1988年に、京品急校電鉄が、 日野自動車工業と共同で開発したものが講師であり、いわゆる京急型ワンステップバスと呼ばれるものである。京急型ワンステップバスは安価なワンステップ車体を目指し、従来の都市型低床車をベースとしながらも、前扉から中扉までの床面高さを6 5 0ト、mm、ルに抑え、 各扉のステップを一段とし、中扉より、後ろの床は一段上げ、五射軸や駆動系などを、従来の2ステップバスと同じ構造としたものである。新規開発部分は、前輪アクスルのみとなり、安価に、ワンステップバスが製造でき、現在日本で生産されている。ワンステップバスは、基本的にこの、京急型に準ずる。その後、 日野自動車工業以外の日本の3メーカーも、この、k 急型に対応している。初期は、改造扱いであったため首都圏では、京浜急行電鉄、同じく、京急グループの川崎鶴見臨行バス、川崎市交通局、京王グループ、東武鉄道、その他関西圏のごく一部の大手事業者のみの導入であったが、 床面高さが5 3 0ト、mm、ルとなった1996年頃から正式に発売され、そのタバス事業者も導入するようになった。床面高さが5 3 0ト、mm、ルとなったことにより、角度的にスロープでの車椅子利用が容易になり、車椅子用スロープが標準装備されるようになった。2000年代になるとワンロマのベース車にもなり、 近距離の流用化仕切りや深夜休校バスにも活躍の幅を広げている。リフト付け調停小バス、日のブルーリボン KC 風に MLCS リフト付け、調停小バス三菱不装初代、エアロスター KMP6X1991 年に、東京都交通局向けに初めて、ワンステップ超停商車が4メーカーすべてから、都市型超停小バスの名称で試作者として、 登場した。後部までワンステップ低床構造で床面高さは前扉部で550から 560mm、後部扉部で580から 590mm となった。外観上は3ドアが最大の特徴であった。1992年生からは2ドア化され、中ドアには車椅子用のリフトを設置した、いわゆる リフト付け調停小バスとなった。全メーカーが製造したが、特注の高価な車両のため、都営以外の納入例はごくわずかである。1996年まで製造された。各社とも、車体の構造が、通常の2ステップバスとは大幅に異なり、エンジンの搭載方法も、日産ディーゼルと日野自動車工業は縦置きで、運転席側にオフセットして搭載。 三菱自動車工業は直立横置きで T ドライブを採用。いすず自動車はエンジンを従来の直列6気筒から V 型8気筒に変更し、前後長を短縮して、いずれも後部までの低床に対応している。大阪市交通局ではこの構造を活かして前後、扉ワンステップバスを導入している。超停床バスは以前は ワンステップバス全般を指していたが、現在ではこれらの都営向きり太付け調停小バス、及びその派生車種を指すことが多い。なお、都営バスは2005年以降、環境対策の抜本的改革の一環として、引退車両の譲渡を極力認めない方針としたため、前述の楽々ステップ車ともども、日本国内での再使用は見込まれないとされており、2005年、 以前に譲渡された、株式会社東洋バス事業部、三田交通、宇部市交通局が、唯一の譲渡例となる。ただし、大阪市交通局など、東京都交通局以外が導入した同型車には、譲渡例が見られる。NOXPM 規制により、首都圏の旧都県市では1995年式まで、廃車が進んでいる。 西鉄型ワンステップバス UJM210、GTN 海西鉄バス、北九州西高 58MC 中型ロング車、日産ディーゼル UJP211、NTN 西高 58MC 中型車は、ホイール系が、大型車に比べて小さいため、若干の改造でのワンステップ化が可能であり、ワンステップバスも大型車より早くから製造されている。 1988年から西日本車体工業製のボディを仮装した日産ディーゼルの中型車 PRB80K の製造が始まり翌1989年に床面高さ 630mm のワンステップ低床モデルが追加されるこのバスが正式に発売された国内初のワンステップバスと言われている PRB80K は1990年に 排出ガス規制対応に伴い、モデルチェンジし、UJM210 系となる。この UJM210 系をベースにして1992年、西鉄北九州仙台台バス向けの大型ワンステップバス日産ディーゼル UJM210GTN 会が西日本鉄道向けに製造された。この車両は、後に JP 系と称されることになる、中型ロング車の原型で、 中型車の車体を伸ばして全長10.5メートルと大型車並みにしたものである。西鉄北九州仙台替バスとして導入する関係上50台もの大量導入が必要であったため生産台数も少なく高価であった当時の大型ワンステップバスやリフト付きバスの導入は到底不可能で低価格のワンステップバスが求められたのがその背景である。 トランスミッションの変速を電気指令のフィンガーシフトとし、ロッド類を配して床下のスペースを捻出、床面高さ 580mm を実現した。中型車をベースとしたため車体断面は中型車とほぼ共通で、全幅は 2.3m クラスであるが、定員は大型車並みの76名となっている。試作当初は床面高さが 580mm であったが、 改良が進み、1994年には 530mm まで低昇化が進んだ。この改良の過程では、車椅子スロープの実寸模型を製作しての検証も行われたほか、前輪タイヤハウスに穴を開け、満員乗車状態で急ハンドルを切り、何 mm 下げられるかを実測するという実験も行われた。 こうして実現した床面高さ 530mm のワンステップバスは日産ディーゼル UJP211NTN として量産化され、西鉄をはじめ KO 帝都電鉄などで導入された。床面高さが 530mm となったことにより、角度的にスロープでの車椅子利用が容易になった。中型バス JMK も同様の構造となり、 他社も中型車のワンステップ化に追随し、1996年頃には、各社とも床面高さ 530mm の中型ワンステップバスがラインナップに加わるようになった。中型短尺車1996年に、日産ディーゼル工業、富士重工業と当時の京王帝都電鉄とが共同開発した中型短尺ワンステップバスも製作された。このバスは、 前高が中型車並みではあるが前長が小型車並みの長さである7.99メートルで幅も中型車とほぼ同じ2.3メートルとなっている。これにより小型車並みの前長でも最大48人乗りとなった。これにより鋭角交差点や急カーブ通過の問題が少なくなる利点も出た。床面高さは約530ミリメートルとなっている。この車両は 事業者により、中型車、または、中型短弱車と分類されている場合もあれば、小型車扱いとしている事業者も存在する。ありがとうございます。